皆さん、どうもよろしく頼むしてるもんです。じゃあ本日も、ロケティのフライ、フライ、フライですね。やっていきましょう。で、今回はね、トゥスクルの村、旅立っていこうと思います。旅立って、アズラ行こうかな。思っておりますよ。おーああ。タワーが出てくるやつや。あ、ダワーだ。ダワーだ。タワーではないですね。マンション。ダワーが出てくるやつや。赤羽の精霊。ジャーナーみたいなやつや。な。そういうことよな。手振ってらっしゃるわ。またなーだわ。だわだわ。この口調も今回でおさらばだわって感じですけど。で、出て行った矢先でちょっとね、土嵐ね、あったんで、刺さり取っております。そこまで強くなかったけど、レベル上げすぎた。そしてレベルも結構上がっております。うんうん。14っすね、今ね。すごいよね。上げすぎてるから否めない。エンジェルスライブ棒。外してもいいんやけど、どうしても、経験値欲しさに噛みついてしまって、エンジェルスライブ棒ばっかりになる。今後もそうなると思うんで、ご了承ください。で、今ね、スキル、こんな感じになっております。下もね、取りたいんやけどね、祝福の杖やから、ハテナマークがね。けど、まだこの時まだ何が出てくるのかって知らないから、上ばっか取るって、取りに行ってるっていう、わかるところはね。やらかすよね。やらかすよね。んで、ああ、そういや、ここでレベル上げとか、解放とかできたよな、なんか、思いながら、ちょっとね、この当時ではないけど、やってた時思ってましたよ。だいぶ思ってましたよ。確かレベル50ぐらい、レベル50解放のクエストであったよな、みたいなことをね、思いながら、考えに切りながら、脇見運転しながらやってました。で、キリカ草原へと、やってまいりました。ドラゴン、いう名の、エルフの少女の、なぜここでその、タイトルにもなっていることを言っていくの？で、どこ行ったっけみたいなことを思いながら、あとちょっとね、素材たんまり欲しくて、いろいろと、脇見運転しながら、紆余曲折しながらね、前進しております。誰かの人生かな？いや、誰かの。で、どんぐりベビーね、オフラインの方では初めてなんで、やっていきますよ。燃やしてやるよ。どんぐりでしょ。燃やした。どんぐりのベビーの中身が、今絶対美味しくなるんちゃうかな。最近もね、どんぐりうまくて、ちょっと食ったんですよね。大きいやつなんかあったんで。惜しかったわ。そういう話じゃなくて。で、アルミラージも、エティーネの村の味で食ったんですよね。ストーリー上でやるのはこれなんですよ。多分。そんな強くないんやけどね。ほんとね。余裕だわ、ほんと。レベル上げすぎたわ。ダメージできるわ。ね。ダメージ、なんですよ。もみじ小道具ね。似たような感じでね。ほら、やったらって言って冷やしたら一発で終わるしね。最強よ、ほんと。最強すぎてね、しびれダンビラとか。多分ワンポイントなんじゃないかな。ちょっとね、やっぱワンパンなんですよね。ワンパンマンなれんじゃね？ワンパンマンなれんじゃねなんです。ことを言いながら、もうそろそろ、キリカ草原もう抜けれそうなところではやってきております。さて、アズラン地方の
新しい宿の、新しいではなくて宿のある場所までやってまいりました。いろいろいますよね。いろいろね。なんで二度生え出したしってな。で、ここでね、武器屋とかもあったりして、身長ね、ちょっと しております。で、最終的にね、いろいろと買い揃えた。そういう感じですね。ここで、ね、その都度、新しいところに行くたびに、その都度、ショップがあれば新調していくスタイルなんで、俺の場合。オフラインやから、金策もしやすいしね。ってことで、いろいろ変わってます。いろいろ変わってます。防具、しかり、武器しかりね。まあ、こういうね、消耗品は、魔法の首ぐらいしか欲しいのはないっていう。薬草もちょっと買っといた方がいいんやけどね。で、今、ちょっと当たったところはね、とあるショッピングブーストで来る羽目になるところですね。では、先へレッツゴーということで、バブルスライム戦でございます。バブルスライム、有名よね。とあるクエストの、最初にやるクエストの、ものを取るのにね。あと、暴れ熊犬も、とあるクエストで、また来る羽目になるんですよね。一匹初めて見たんで、買っております。あ、いってってね。だいぶいってってなったけれど、殴って終了。そしてレベル上がっていく。レベル上がる、だいぶね、いろいろ走りながらやってるんでね。今こんな感じになってますね。さっきとあんま変わらんか。さっきとあんま変わらんか。なんつうことを思いながら。で、毒矢好きにしてくる。毒矢好きもね、毒してくるんでね、毒直せない魔法使いにとって天敵なんだよね、毒になった場合。けど、一方的にね、食いついてるんかして、できたから、楽勝でしたね。楽勝でしたね。あと、ミュージとかも。こんなやつなんてね、バケドで一発や、思ったら一発じゃなかった。アンパンマン卒業します。って言いつつ、あとね、案の定、殴って終わらせていくっていう。で、その後、今現在行けるところのやつはね、やったんで、アズランに入ってまいりました。いやー、アズラン、懐かしきアズラン、本体でよくいたな。住宅街にもね、来たりしたんですよね。からね。で、討伐隊員、マダラキさんに話しかけてますけど、今作ね、ちょっと、フレンド登録するのに、呪文、復活の呪文ではないんやけど、パスワードがいって、そのパスワード長くて、うちのめんどくさいから、ほとんどしてない。最後まで。焦ったよ。わしは剣士軍座。力を認められた者の証、キーエンブレムを集めるため、各地を旅しておる。しかし、この町の連中は変わり者ばかりだな。風がよどんでいると嘆きおるが、わしには普通の風にしか思えんわ。だが、そんな今こそ絶好のチャンスじゃ。ここで領主竹虎様のお役に立てば、キーエンブレムをもらえるかもしれんしな。お、もらえんな。マジで。もらえんな、マジで。竹虎様の家は。竹虎様の家なら、町の一番奥にある、ひときわ大きなお屋敷じゃよ。うん。まずは、お屋敷の南側にある赤い鳥居を目指すとよ。あとは、その先の階段を登って道沿いだ。お主もキーエンブレムが欲しいのなら、お屋敷で話を聞いてみるのが良いじゃろ。
犬が走っていった方が気ですね。走っていった方が気ですね。で、ちょっと。アズランの紹介人わしらのところに来ております。で、このクエストね、うちで、これからね、やっていくんですけど、そういうところは別でね、ショートで流していってもいいかななんて思ってるんで、そういうところはそれでやっていこうと思うんで、よろしくお願いいたしますね。なので、受けるところはね、これが最後になるんちゃうかな、2000の。本編ではストーリーと敵を倒す、初めて敵を倒す時のやつだけにしておきます。で、今ね、転職できるんですけどね、悩んでるんですよね、転職しようかどうか。まだ魔法使い、まだこのレベルいいなやしな。レベルいいな、17やからね。だからね、ちょっと迷ってたんやけど、やめとこうって。魔術極めようぜ。で、下行くとモンスターサーカバーなんですね。まだ美術されてないけど、なし。ちょっと笑っちゃうんですけどね。魔物使い。おそらく追加されるでしょう。4400円か。次回な。またな。来たら買うと、買ってやると思う。楽しいよ、ドラクエ10。時間泥棒ゲーム、ね。オンラインの方とちょっと楽しいよ。で、こちら、また、取引バザーのところ、聞いております。バザーですね。旅人バザーですね。取引ですね。いわゆるね。取引者に。で、この衛兵のやりやるんでね。おそらく、買うでしょう。こういうのあんねんね。ちょっといろいろ変わってるんやね。で、未だにね、この、バザーの仕組みがよくわかってない。クリアした後でも。ってなるよね。どういうこっちゃねん。このバザーの通るタイミングっていうのが、ね、よくわかってません。調べればいいことなんやけど。で、オンラインのバザーの方だと、いろんなプレイヤーがいるんで、それがね、出品している物を買ったり、取引したりして、できるんで、固定ではないんですよね。全種類あるから。愛ならではよね、やっぱね。バザーの感じ。時が過ぎるのを待つか、もしくは、キーエンブレムを取得した後かみたいな感じで変わるんかな、なんてね、ちょっと思っておりますけど。多分、それもあるやろうけど、他にも要素ありそうやね、変わります。で、ここら辺でね、また新調しとこうかなって、ちょっと迷いながらやって、結局買っていくっていう。その場その場でいろいろ変えていく。その場しのぎしかならんけど。今のところこれがベストなんだ。うん。今、体上勝ったけどね。シャレでもなんでもないからね。いや、ほんまに、出てきた言葉です。正真正銘ね。で、またカットをするんですけど、いろいろと見るの多いから、嬉しい幸せを噛みしめて、やっては言いますね。甘く物添えだけは絶対買っておこう。この時。だって魔法使いの攻撃手段。やで。買うよね。で、あと、撃ったりもね、できて、あと、含め危険とかももらったんでね、どうやろなぁ、思いながら、まあ、いっかーと思って。
ストーリー進めに、ルーラの家、竹虎様のお屋敷に侵入成功でございます。言い方よ。感じですけどね。で、ちょっと物色し始めますね。今からね。ここに何があったっけ？ポイントがあって。よし！世界中のハゲ。盗賊だったらまだワンチャン、これでもいい可能性やけど、スタイル、魔法使いでこれはちょっとやばくね？感じかな。ツーボ！ちょっとやめた方がいいかもしれないね。つぼだーって。やばい。やばい。もうこれ以上言わんとこ。鍵かかってますね。なんでやるなー。なんでやるなー。かっこ棒かっこ同時みたいな。棒読み感を出していく。さて、ムービー始まります。帰ってきたか。おお、フーラ。よくぞ帰ってきてくれた。若葉の試みに合格できなかったからといって、そう気に病むな。むしろ諦めがついてよかったではないか。やはりお前は風ゆらの後を継ぎ、風乗りになるべきなのだ。嫌だよ、風乗りなんて。カムシカに乗るなんて絶対に嫌。フーラよ、あれは事故だ。カムシカたちが悪いわけではない。それにどうやらヨキジーの具合が相当悪いらしい。ジーヤが？フーラ、この町はもう6年も風送りの儀を行っておらん。町の風はよどみ、体の不調を訴える者も増えている。わしは漁師として新たな風乗りを決め、風送りの儀を執り行わねばならん。でも見よ、フーラ。お前は風ゆらと同じカムシカに愛されし者なのだ。知らない。カムシカなんて嫌い。それに私、すごい子じゃないもん。お前ほどの素質を持つ者は他におらぬ。生まれ持った力をなぜ人のために役立てようと考えることができない。フーラよ、まずは頭を冷やしてきなさい。そして落ち着いてよく考えるのだ。今そなたが見た通り、このアズランは面倒な問題を抱えている。フーラが風乗りになると決心しないことには風送りの儀はできぬ。だがわしも鬼ではない。ああは言ったが、娘が堅くなに風乗りの継承を拒むなら、他の方法を探すつもりだ。そなたは学びの庭から来たのではないか。ならばフーラとも顔なじみであろう。すまぬが一つ頼みを聞いてほしい。フーラに会い、胸の内を聞いてきてほしいのだ。恥ずかしい話だが、娘は私に心を開いてはくれない。だがそなたになら本音を打ち明けるかもしれん。フーラの部屋はこの部屋の向かいだ。すまぬがどうか頼んだぞ。フーラお嬢さんにご用かい？
残念だけど、お嬢さんならたった今墓参りに出かけちまったよ。町を出て北に行ったところにある風なき岬には、風羅お嬢さんのお母さん風由良奥様のお墓があるんだけどね。お嬢さんは何か辛いことがあるといつもあの墓に行くんだ。なあ、あんた、風羅お嬢さんにご用があるのなら風なき岬まで行ってみたらどうだい。では風がビュービュー吹いて鳴いてるように聞こえる岬へと行きましょうか。ということで、よカットならしてますけどね。 Now freezing Now freezing スライムベスが寝ているかのようなフリーシングさやっていきましょう。ちょっと止まってたのは何かしてたんでしょうね、おそらくね。トイレ行ってたか、マスクは水かに水を飲んでたか、どっちかでしょう。もしくは何か虫がいて倒してたか、の三択のどれかになります。止まってる時っていうのはよくね、そういうとこ見せていかんでもよかったけどね。ちょっと面白いかな。たまに挟むの、こういうの。挟んじゃいましたね。誘惑には勝てなかった。で、ビュービュー泣いてるね。ボコボコ泣いてるね。ボコボコは言ってたかな。何か彷彿とする言い方やめていこうかな。まあ、上なんで、上行きましょうわ。行きましょうか。と言いつつ、いろいろとね、カメラワーク、荒ぶってもないって、ちょっといろいろ見てますけど、差しポイントないかな。見ながらね、行ってるんで、いろいろ脇道すぎてるっていう。決まってるんです。そしてルーラインルーラインルーラストーンストーンインみたいな。フーラー、なすべならが、シュールな音がね、ありますけど。落ちていってますね。何なの？あんたたちになんか助けてほしくない！耐えきる！ユキちゃんが。余計なことしないでよね。ケキちゃんを取りに行って死なれたりなんかしたら迷惑なんだから、もう行ってよ。こんなところで会うなんて思わなかった。あ、学びの庭卒業おめでとうございます。言えなかったこと気になってたの。私、慌てて出てきちゃったから。その、今の、私を助けてくれたカムシカに、あんな態度を取るなんて。私のこと、ひどいやつだって思ったでしょ？そう？ありがとう。優しいんだね。お母様は、
アズランの歴史の中でも特にすごい風乗りだったの。だから町の誰もがお母様を慕ってた。カムシカに乗ったお母様が舞うように駆ける姿は今でも目に浮かぶな。ずっとその背中を見てた。私だって本当はお父様の言う通り、お母様の後を継いで風乗りになれたらどんなにいいかって思う。でもね、お母様、ここから落ちて死んじゃったんだ。崖から落ちてあそこに引っかかってたカムシカの子を助けようとして、カムシカなんていなければ私今もお母様といられたのにな。これお母様が好きだった花。カムシカが備えてるんだ。お母様のために6年経った今も、私お母様がこの花を好きだったことも忘れてた。決めた。カムシカのこと好きにはなれないけど、風乗りはやってもいいかな。アズランのみんなのためだもんね。あなたに話を聞いてもらえてよかった。なんだかすっきりしたよ。私風乗りになるってお父様に言ってくる。またね。ウーラにそんなかかったんですね。という棒読み感出しつつ、ね、もう手にやってるんで、オンラインの方、昔にも。出た当時にもやってるし、2、3年前にもまた始めてるし。おお、そなたを待っていたぞ。風の木岬に行っていたフーラを呼び戻してくれたようだな。わしはもう、風乗りにならなくてよいと、そういうつもりであの子の帰りを待っていた。だが先ほどフーラが帰ってきて風乗りになりたいと言ってくれたのだ。どういう心境の変化があったか知らないが、実に喜ばしい。時にそなた、一人前の証を持っておるな。もしや金エンブレムを集めるために旅しているのではないか。ならばそなたを見込んでわしから頼みたいことがある。フーラが風乗りになり、風送りの儀を行うには、風の手綱、風の衣という2つの神具をフーラ自身が取りに行かねばならぬのだ。そこでだな、そなたにはあの子が無事に神具を持って帰れるよう手助けしてやってほしいのだ。そなたの働きで無事に風送りの儀を終えることができたら、緑のキーエンブレムを授けよう。フーラは一つ目の神具、風の手綱を取りに、すでに山間の関所へ向かった。今すぐ出発すれば向こうで落ち合えるはずだ。山間の関所はアズラン地方の南、南の街道の南方にある。娘を頼んだぞ。では、カットの嵐をして南の街道まで飛ばしていきましょうかね。イエーイ、バイク乗っていくぞ、イエーイ。ことは言えない。カットはするでしょうね、おそらくね、うん、この分野でね。で、なぜここに来たかっていうのは、アイテムなかったっけなぁってね、淡い期待を抱いていたものの末路になります。
そして完全に闇の街道へと出まいりました。列車でね、毒屋スキンやってますけど、さっきやってなかったっけ、あれあれなんつうね、ちょっと行っちゃいましたね。え、毒屋スキンやってた、やってなかった、どっちだよな、どっちだっけな逆に恥ずかしくねえのか。絶対キアリヘは初めてですよね、確かね。めっちゃ気合いだよね、確かね。ですよね。竹槍兵ね、そこまで何も思い入れがない。ただハゲてんのよね。いや、そういうことじゃ。いや、もともとやね。もともとやね。では次はカキメラですね。あとアロインプ。あの、サクあるじゃないですか。柵の中に入って戦ってます。もう穴場ないよ。最初はレベル上げる。気づかずに行ってる人多くやから。けどね、もし、まだやってない方、ないと思うけど、いないと思うけど、来た場合、ここ穴場です。俺、ここでね、だいぶレベル上げたよ。本当に。たまにね、メタルスライムとかも出てきて、びっくりしたことにもあったし。で、パペットマンに行ったっては、確か転生モンスター行ったはずなんですけどね。出なかったんですよね、この時。まあ、今でも出てないんやけど。今でも出てないんやけど。確か行ったはずなのよ。まあ、暴走で終わらせてもだけど、うん。出したかったね、できればね。で、実際言うとこ、今、勝負を仕掛けはしました。仕掛けはしました。で、寒そうな魔法を使って、で、やってました。けど、キルダメージが多すぎて、あ、これあかんなーなんて、ちょっと思ったんです。思ったんや。で、条約を使ったんや。で、この量なんよ。だからちょっと、あ、これあかんな、思って、逃げたよね。なめぷし、なめぷしじゃないよ。なめぷしは。さっきも見せましたけどね。このね。やっぱりいけない。編集モンスター。確かいたはず、ほんとに。で、この攻撃、なんやろな。終わる。まあから始まって、いや、ずーで終わる。ゲームの、なんか、どっかで見たことあんなって。攻撃されてましたね。で、レベル上げるのも、ここまで来ております。祝福の杖取りたいなーなんてね、思いながらやってるんで。暴走魔法陣とかも、欲しいっちゃ欲しいんやけど。やっぱり祝福の杖かなーなんてね、思ってね。めっちゃ悩んでるよねって。どうしよう、魔力上欲しいしな、みたいな。いや、これあと祝福の杖、あと1ポイントなのよなって。祝福の杖が来ればね、結構自給自足できるようになるからな。めっちゃ迷ったあげく何も取らんけど。で、ここですね。新しい中継地点へとやってまいりました。そして、ストーリーには関係ない人に話しかけております。そして銀行員に金を預けております。結構ね、盗作、金策いいよね。はかどるよね。モンスターと戦ってるだけでもだいぶ上がりやすくなる。最強じゃねって思った。ではまあ、ストーリー進めていきましょう。Nからさん。
ます。どうしてここに？そっか、お父様に頼まれて来てくれたんだね。ねえ聞いて、私魔物やっつけたんだよ。まあ頼みもしないのにカムシコが手伝ってくれたってのもあるけど、でもやってみればできることってあるんだね。いやこりゃたまげたね。風の里様はカムシカに好かれるとは聞くが、なるほど、お嬢ちゃんが次の風の里様に間違いないな。アズランのフーラってあんたなんだろう。はい。よし、じゃあ領主様から頼まれた品を持ってってくんな。さて、よく聞きなお嬢ちゃん。向こうに高くそびえる塔が見えるだろう。もう一つの神話、風の衣はあの水の塔で新しい風の里様を待って風の力を蓄えているのさ。風の衣が祀られている時に最上階の扉を開くことができるのは風の里様として塔に認められた者だけだ。お嬢ちゃんが風の里様としてふさわしいかどうかがそこで試されることだろう。カムシカたちは塔には入れない。塔の中ではカムシカたちの力は借りられないが、大丈夫かい？はい。お父様に言われて来てるんでしょ？私先に行ってるね。なんでついてくるかな？あんたたちは水の塔に入れないのに。カムシカって絶対頭悪いよね。どうなんやろな。どうなんでしょうね。はぐらかしていくよね。だって動物だもんね。頭悪いとかそんな関係ないよね。本能のままに生きてそうやし。で、止まろうかなと思ってる。いろいろしたけど、ちょっとどうしようかなと思ったあげく、ちょっとね、瞑想ね、しちゃいましたね。この後ね。瞑想しちゃいましたね。なんでって、王と神春も南の方行ってるんですよ。レベルこれ、ほんちゃいけんじゃねって思って。瞑想して、瞑想してもうてん。で、ベロベロと戦ってもうてん。まあ、瞑想はしてはいるけど、勝てそうじゃね？この感じ。ちょっと天狗になってんのかな？うん。鼻がめっちゃ伸びてんのかな？おかげでね、ちょっとな、全然長引いたんやけど、ちょっとんすよね。さらに鼻伸びちゃいますね。これね。ほんと勝ったんすよ。勝ったんすよ。いや、嘘じゃない？この後見といて。勝つから危なくはなったりするけどそういうとこやね。まあ、条約書飲む食べるよね。祝福の人来たけどってね、確か取ってたよね。取ってないか。まだこの時取ってないか。もうちょいか。だからベロベロに勝負を仕掛けたんだな。なんていうね、ちょっとした瞑想感があったりするけども、ね。実際勝ってるでしょ？勝ってるでしょ？そういうところ。魔術師最高。魔術師ね、結構ね、レベルちょっと離れて、上の方のね、敵でもね、勝てたりするんすよ。それがいいね。で、今ね、黄金のかけら取ってましたね。そのうち金塊にまでして、売ってそうですね。うん、黄金のかけら見て、
ゴールドストーンできますね。で、また一度宿で休んだとモンスター狩りに来ております。カニ狩りに来ております。潮干狩りかな潮干狩りかな潮干狩りでしびれくわけでしびれみたいなことが、カニでお尻挟まれてキッチなってんのかな。で、またちょっと瞑想して、タッデブルやったっけ確かね。そいつにね、戦闘を仕掛けちゃいました。柵の先にいた敵なんだ。もうちょっとアトロを敵なんですよね。この HP 量よ。いける ?HP 量よ。まだってわかるやん。なんでやった買ったからいいんやけどね、これね。けどでね、さ、足が冷えるみたいなことをタップデビルが言ってそうではあるけど。で、マッドフィンガーね、分からずに当たったんですよね。別にね。で、ちょっと一回試しにやったのかなーって、ね、思ったんですよ。これあかんわ。あかんわ、これ。言いました。よし、花の天狗が押し折れた。花の天狗で、天狗の花が押し折れた。あれがってます。で、あと、このパトルーパー。そんなに強くなかった、正直。まあ、ここでレベル上がってるんでね。ここで、祝福の爪。取れるんじゃないでしょうか。ね。取れますね。取っていきましょう。迷わず取るよね。で、下は、中回復ね。それも欲しいよね。まず下から攻めていこうかってちょっとなった矢先に、ちょっと、ね、緑と見てるよ。わからなかったんやけどね。手招きリングに当たって、あ、これあかん、まだや。本能的に察知して逃げたよね。手招きリングなんていたの知らんくてさ。この時めっちゃ焦ったよ。覚えてるよ、今でも。そして今、ルーラストーンに触れてるだけ。インはしてない。インはしてない。ルーラストーンにインはしてないから。で、ちょっと先にアイテムをね、回収しに来てます。後ろの方に、ツボあったりするのちょっと覚えてたんだよ。福引券が取れる。で、小さなメダル、チーメダ。っていくよね。で、そこの粒で、今ちょっとね、やってますけどね。後々に来る羽目になるんかな?いや、どうなんやろ?どうやったっけな?覚えてないんやけど。ついた。あ、ついちゃった?なんだか結局、いろいろ助けてもらっちゃった、かな。ありがとう。出れた。フーラ出れた。で、キャじゃねえんだわ。もしかして今の聞いてたの？私はただお礼を言っただけで、別にカムシカのことを認めたわけじゃないよ。ツンデレかな。どうしてカムシカたちは私を助けてくれるんだろう。お母様を死なせちゃったことを悪いと思ってるから。それとも私がカムシカの力を引き出せる風乗りだから。カムシカって変な動物だよね。変な動物だよね。変ではないかなって思ったりしますけどね。風の衣はこの塔のてっぺんか。お願いがあります。私この塔に登りたい。でも今まで手助けしてくれたカムシカたちはこの中には入れないんです。うん、知ってる。カムシカたちがいなければ
ここまでもたどり着けないくらいダメな子なのは自分で分かってます。それでも私、この塔に登りたい。お願いします、私に力を貸してください。いや、パーティーに強制的に加わっちゃったけどね。ちなみにね、この状態、あ、中はね、着てますね。この状態で、一時的にパーティーに加わった状態でね、他のね、ジュレットとか、まだこの中で行ってないけど、他の、大陸の、町とかに行くと、私ここで待ってるね、って言ったり、して、来ないんですよね。これ、この、ね、セーブレーターのと、やつではやってないんやけど。それ初めて知ってさ、別のプレゼントコーナー。マジびっくりしたよ。マジか、あ、それはそうやな、と思ったけど。ともしび小僧と笑い袋一緒に出てきてるけどね。フーラいることにすげえ快適だったんだよね。それですごいさ、レベル上げすぎたっていうのは、ちょっと、やらかしたかなっていう余裕になった。で、ここへなぜかパワープライが出てくるっていう。どっちが混ぜたんや、こいつ。で、スライムタワー。ちなみにこいつはスライムタワーのステッキやったからね、レシピが出てくるんです。そいつやるのに結構は時間かかった。出すのに。それは、俺の中で思い出になってる。いい方のな。で、今度はな、あら、青だけ、青だけ、そのやり、青だけ、みたいなことになってるんですけど。ちょっと笑っちゃう。なってるんですけど。こいつも確かね、レシピを通せる気するなって、ちょっとだけ思ってるんですけど、そこまで食らわない。お、攻撃が相手の。レベル上げすぎたかな。気がしてなれない。余裕だね。まあ、おかげで余裕だね。ふうな、かわいい声が聞けるから、いいんやけどね。で、ラスト、鎧の騎士になります。こいつね、宝箱の、を守ってる、ね、騎士、いるんですけど、そいつになります。結構こいつ強かった。ターン数めっちゃかかったし、こいつね。鎧の騎士ね、こいつも確か何か落とした気するんやけど、覚えてないよね。ここまで全部。ただ、思い入れのあるモンスターは、覚えてることが多い。さっきのスラタを見た気しかね。で、オンライン限定だと思うんですけど、語り部の帽子、別のモンスターの話になるんです。語り部の帽子やったっけな、何やったっけな。ベナ諸島の、ストーリー進める上で出てくるところがあるんですよ。その時にまた言う。まあ言っても意味ないしね。で、鎧の騎士ね、あ、きついんよ。おかげでさ、フーラが回復マシンとかしたっていう。回復マシンとかしちゃいましたね。鎧の騎士強すぎるっていうのもあったし。フーラーもたまにね攻撃してくれるから嬉しいんよ。93とか行くんよ、ドルマ。俺もはよ賢者になりたいなと思って魔王使いの上級職が賢者になるんですけど、きっとそれはよなりたいなって
そっちで賢者になったらね、癒すこともできるんだよ、仲間を。はよなりたいな。祝福の杖はあれど、この時ね、ドルマとかドルモーアもね、ほんと長いよね、戦闘ね。あ、ようやく行きましたね。私、頑張ったよ。かわいいね、フーラ。ロリコンの気はないけれど。うんうん。そして、レベルは上がっていくよね。こんだけ時間かけたらね。で、一番下取れるかなと思って見に行ったけど、もう取れないってなって、ちょっともういいやってなって、ちょっと諦めムードになってます。今無理やん。で、ラスト、青だけ同士。だけの。どうすん？それはどうすん？ちょっと出かけて言わなくなったけど。とあるね、ラッパーがいるんですよ。どうすんの後に何がつく？なるほど。それだけ言ったらわかるやろって感じ。それをちょっと思い返せ。2010年頃やってたけど、今でもやってんのかな。あ、ちょっと多分もう捨ててますね。で、これでこの塔の中の忍者カッター来てますね。忍者カッターを使いはするけど、俺ブーメランとか使わんからな。で、この塔の中のモンスターとの狩りは一旦終了になりますね。あとはボスのみ。そしてルーラーストーンにタッチでもって宝箱を開けて魔法の小瓶ゲットだぞ。ではボス行きましょう。結構ボスね、ここのボス面白いよね。この部屋の中に風の衣があるんだね。そしてこの扉が風乗りになる資格を持つ者にしか開くことができない扉。開いた。ゴマが。やめよう。何この部屋。何この部屋ってなるよね。うん、わかるよ。誰だ。この怪獣プスゴン様のスイートホームに土足で上がり込むやつは、なんてことだ。キュートくん、ただ可愛いだけじゃない、ちょっと毒のある瞳、抱きしめたくなるような体のサイズ。こんな気持ちは初めてだ。俺といてくれ、ずっとずっと一緒に暮らそう。私どうしよう。困るわ。だってあなた怪獣だし、きっとお父様も許してくれないと思う。え？お前！このキュートなハニーをよこせ！Yeah.
しに来やがった。私たちは風の衣を取りに。風の衣？お前たちがそうだったとはな。ちょうどいい。俺は風の衣を取りに来たやつを倒すように言われているんだ。頼まれた仕事を果たし、ついでにマイスイートハニーを手に入れる。一石二鳥とはこのことだ。聞こえますか？え？誰？私を呼ぶ誰？この者は悪しき気配から世界を守るための重大な使命を果たす旅をしています。あなたならこの者を助けることができるでしょう。この世界の希望を絶やさぬように。私が…うわぁ、危ねえ。俺のウルトラハイセンスなインテリアが。ちょっとタンマな。これでよし。まずはお前から片付けてやるぜ。さっさとくたばりな。待ちなさい。あなたを一人で戦わせたりしない。なんだ、お前みたいに弱っちいのはおとなしく寝てろ。私もあなたと戦うって言ってるの。さて、始まりました怪獣ブスゴン戦。このブスゴン好きなんよね、俺。憎めないキャラっていうの。今助けるぜ、ハニー。ハニーキキちゃんが狙われている。クーラは勘違いをしていたようですけどね。ちょっと変わってましたね、そのストーリー部分の。天からの声がね、聞こえてくるってやつ、そこちょっと変わってましたね。熱いな、だいぶね。なんかブスゴン何かやってますね。そしてね、このブスゴンね、後々でも出てくるんですよ。まだ、おそらく、サブストーリーあったりしたから出てくると思うけどね。サブストーリーで絡んでくるんですよ、確かこいつ。結構いいキャラしてるね。結構好きです。このブスゴン。何度も公言してしまうよ。でね、なんかストロベリー爆弾みたいなもん仕掛けられてんねんけど、爆発したら結構痛いからな。いくらレベルを上げたとして、ほらな、ほらな、51やろ。ほら、その息子の腹にシャドウを差し込んでやるか、差し込んでやろうか。ブスゴンやからさ、ドラゴンっぽい感じなんかな、なんて思ってた。これ弱点かなと思ってさ、打ってはいいんだけど、
どっちが高いやろな、いろいろ売ってるんすよね。氷やったら、それ、こうから始まって、たーで終わる。ゲームのやつじゃね、思ったりします。弱点、氷なんで。にしてもね、このブスゴン、結構強いのかどうなのかわからない。レベル上げすぎてるからね。実際。レベル23でしょ、今。どうするべきかなって、ちょっと迷ってありましたよね。で、回収の一撃やめてほしいな。痛いな。痛いなって言ってて、そう読めないよな。な、そういうとこよね、結局ね。おかげで、フーラが回復マシーンを貸してくれるおかげで、だいぶね、ありがたかったね。でさ、あと初めて知ったんやけど、フーラ仲間になるんだね。この、エルフの村、エルフの村、じゃアズランのとこやってるね。それ知らなくてさ、完全ぬるゲーだったよね。この後ずっと。この後ずっと。だって、回復やっぱおんねんで。1回目の仲間で。最強やん。な、フクランドとかね、あとオーグリード選んだらね、飛距離でね、いろいろ回らないといけなくなるんですけど、ここのアズランと、ガタラと、あとジュレットのところね、選ぶとね、漏れなく仲間が続いてきます、最初から。で、それでさ、俺終始、縛りも何も入れずにやったから、楽できたわ。楽できたわ。っていうことを言ってる間にもね、ブスゴンが力尽きそうですね。力尽きそうですね、ほんとね。で、俺自身もスーパーハイテンションになったことによって、ブスゴン終わりそう。と思ったら終わりましたね。こんな感じです。ブスゴーン。ブスゴンのその、やられた時のその、エフェクトよ。お前ら、敵で俺を怒らせたな。俺の真の力を見せてやるぜ。お前なんて、めっちゃめただぞ。やめて。泣ける話だ。お
してるんだな。わかった、ハニーと引き換えにもう何もしない。俺に風の衣を守らせたやつは風の量を耐えさせ、風をよどませ、ここいらを闇の封印に落とすってわけのわからないこと言ってたんだ。偉そうに命令してくるネルゲルっていういけすかないやつだ。あんなやつの計画よりお前の明日の方がハイセンスだ。ありがとう。じゃあ大事にしてね。いや、やっぱりもらえねえ。俺もらえねえよ。約束だから。いいのかよ。本当にもらうぞ。もらっちゃうぞ。じゃあな。あばよ。いやほー。私はもう大丈夫だから。ではアズランへと戻りましょうね。アズラン戻るとまたねループが始まるんで、そこからまた黙りこくろうと思います。ムービー入ったりするんで、ね、結構今回ムービー多いよね。今回じゃなくて今回じゃなくてこのトラック入れてもともと多かったけど、オンラインでもね。力あふれる新しき風。
じゃあちょっと取引バザーを見に行きましょうか。ということで見に来てます。そうして見てるとね、ベレーがなんか振り出されとって、あ、これ買っとくべきかなと思って買ったんやけど、でも最初からね、魔法上級職の魔法戦しかできないから、ね、買ったところで一緒だったって思って頑張っております。じゃあもう次ね、ストーリー進めて今回はこれ感じにしていこうかなって感じに言っております。ではいこうかなと思ったけど、ちょっと武器とか防具とか変わってたりするかな、ストーリー進めたね思ったんですけど、変わってなかったら、ね、あ、もう行こうってなったんですね。やっぱそういうとこ突き出しておかないとね、わからない人多いと思う。俺でもわからない時ある、自分。え？フーラの工場にはヒヤヒヤさせられたが、なんとか無事に風送りの儀を終えることができた。これもひとえにそなたのおかげだ。本当にありがとう。まだ大きな変化は出ておらぬが、このアズランに良い風が吹き始めた。これからは良い方向へ向かって行くだろう。この町に希望をもたらしてくれたアズランの英雄よ。そなたに緑のキーエンブレムを贈ろう。それとそなたはヒミヤ様から世界をめぐり修練を積むよう言われておるのだったな。ならばこれも持って行くがいい。それは5つの大陸を自由に行き来する列車に乗るためのパスだ。とても高価なものだが持っていくがよい。鉄道駅は宿屋の近くにある。便利に使うがよかろう。しかし風の衣が風乗りの手に渡らぬよう杉の塔に魔物を配した者がいたのか。このような辺境にまで悪しき魔の手が及んでいようとは、世の中どうなっておるのだ。お父様、それを企んだのはベルゲルっていうやつだって水の塔の怪獣さんが言ってた。それでお父様、とても大事なお願いがあるの。なんだいフーラ、改まって。私、あなたについていきたい。あなたの戦いをお手伝いしたいの。声を聞いたの、戦いの時に。この人についていきなさいっていう声を。フーラ。今までも留守にしてたのに、ごめんなさい。でも、守りたいの。この町も、世界も。いいとも。お前が初めて自ら望んだことだ。力の限りやってみなさい。お父様。フーラが仲間になりましたってことで。いやもうこれぬるゲーですわ。ぬるゲーですわ。つうことをね。よろしくね。ましたね。私。一生懸命頑張るから。うん、頑張って。回復れたしでってなるよね。といったところで今回はここら辺までですかね。次回、来たね、守護者。馬乗りの守護者来ましたね、トロフィーね。トロフィーとかもね、別に見せていこうと思ってないんですけどね。
今回はちょっと見せとこうかなと思いました。ではご視聴の方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。アデュー、アディオス、グッバイ、サルト。